道の駅湘南は、千葉県柏市にある、千葉県道8号船橋阿鼻湖線の道の駅である。名称は設置当時に所属していた、東葛飾郡湘南町に由来する。2006年以降は、千葉県設置の簡易パーキングと柏市設置の、柏市都市農業センターで、厚生2015年1月に、重点道の駅候補に選定された。 2019年度の年間来場者は約95万人。2021年12月16日に新設胸がオープンして売り場面積が3倍以上となる。季節胸も2022年にリニューアルオープンすることになっている。柏市川阿弥市川 AB 株式会社堂の液晶南第21期決算広告 ABCDEF。ABC 柏市都市農業センター出展者募集要項。道の駅湘南。2021年12月15日閲覧。地域活性化の拠点を形成する重点。道の駅を選定しました。国土交通省。2015年12月24日閲覧。ABCDEFGHIJ。道の駅湘南新設旨オープンのお知らせ。道の駅湘南。 2021年12月15日閲覧。戦場でゆったり春満喫手が沼。限定ランチも道の駅湘南千葉日報。2018年3月14日。ありがとうございます。